インコちゃんの秋に注意すること3選。今年の夏本番もようやく終わり、じわじわと秋の気配が近づいてきたように感じたのですが、夏本番並みの残暑がまだまだ居座っていますね。皆様のインコちゃんは夏バテ等にならずに無事に過ごせましたでしょうか。今回はインコちゃんと生活する上で秋に注意することを3つご紹介しますね。窓をうっかり開けてしまう。厳しい残暑はあるといえど、朝晩はかなり過ごしやすい気候になってきましたよね。エアコンの電気代ももったいないのと、涼しく気持ちの良い風を取り込むために夏よりも窓を開ける機会も多くなるでしょう。そうなると多くなるのはインコちゃんの窓からの脱走です。窓を開ける際には基本的には放鳥しないことが最も有効な手段です。もし放鳥中に窓を開ける際には網戸があることをしっかりと確認して、念のためにレースカーテンも引いておきましょう。小さな隙間なら大丈夫と安心するのは間違いです。インコちゃんはどんな狭い隙間にも入っていきます。むしろ狭ければ狭いほど通り抜けようとするので、絶対に隙間を作ってはいけません。朝晩の冷え込み、残暑でまだまだ暑いからなんて油断していると、朝晩の寒さにびっくりしてしまうことがあるのも秋です。この寒さ、インコちゃんにとっては致命的な寒さになることもあるのです。夜は少し暑くて寝苦しいからと窓を開けたまま寝てしまうと、翌朝の寒さでインコちゃんが弱ったり、最悪は虹の橋を渡ってしまうということにもなりかねないので、カゴの中の温度が下がりすぎないように必ず対策をしておきましょう。梨を食べさせる。秋は美味しいものがたくさんありますよね。飼い主さんが食べて美味しいものはインコちゃんにも食べさせてあげたくなりますよね。秋の甘味の一つ、梨。実はインコちゃんに与えるべきではないフルーツの一つです。梨にはシャリシャリとした食感がありますが、これは脊細胞というものによるものなのだそうです。もちろん人間が食べるのには問題ないものばかりなのですが、インコちゃんの消化器官では消化不良を起こし下痢になるそうなのです。さらに危険なのは種。うっかりインコちゃんが食べてしまうと、生産性の毒により最悪命を落としてしまいます。いかがでしたか？インコちゃんが健康に元気で長生きするためにも、さまざまなことに注意していきたいですよね。あなたが秋に注意した方が良いと思うことはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。